麻雀ウォッチプリンセスリーグ C ブロック、今回の選手紹介は愛内義恵プロです。よろしくお願いします。するしない。さあ、そして愛内さん、すでに準決勝進出決めております。おめでとうございます。ありがとうございます。ここまでの道のり、 C ブロック、そしてプレーオフどうでしたか？そうですね、すごい、まあ、予選の方はすごい調子が良かったっていうわけでもなく、うん、そうですよね、なんか悪かったっていうわけでもないんですけど、結構トップを取りきれないあの麻雀がずっと続いて、で結局なんかプラマイゼロぐらいになってしまったので、で次がその今回トーナメントの戦いだったので、はい、ちょっとトップ1回は取んなきゃいけないんだよなっていうふうに思って麻雀やってたので、ちょっとね、不安もありました。あ、そうだったんですか、はい、そんな不安をみじんも私たちには感じられませんでしたけど、ね、いやいや、その何回も言ってるんですけど、その先々日ね、クラシックの決勝で負けましたので。いや、惜しかったね。いや、惜しかった。3度目、はい、そういう意味でもやっぱりこう気持ちがこう上がっていかなかったっていうところがあったので、本当にこんな気持ちで大丈夫かなって思ったんですけど、麻雀に入れば大丈夫だよっていうことを結構周りの皆さんが言ってくださったので、まあ、実際その通りで、むしろいつもより行っちゃってたんじゃないかっていうふうに攻め直して、はい、そうですね、やっぱりクラシックルールやるとちょっと守り、ね、テンパリはないしね、入っちゃうから、勝ちだから大体。そうだから あの時の感覚で行っちゃダメだなって思って、あれは違うよ、うん、違う、あれダメだよ、行こうかなって思ったんですけど、まあでも言うてもね、テンパイレンチャンじゃないのでこのルールも、うんうん、なので守りはちょっと重要だなっていうのを思いながら、微妙にこうちょっとだけ攻撃を上げるっていうのがね、難しかったです。でも見事にはまりまして、はい、勝ち上がりですから、はい、ありがとうございます。ね、嬉しい結果となりました。まあでもさすがに手が入ってたっていう感じでした。いや、それだけじゃないですよね、やっぱりここまで来ると。で、大事なのが、はい、準決勝勝って、決勝残って、はい、決勝勝つってことで、まだ戦いが続くんですよね。そうですね、はい、ですから、準決勝への意気込みを聞かせていただけたらなと思います。はい、私は準決勝トーナメントでやったことが今までないのですが、準決勝って名のつくものって結構勝ってるので、勝率がね、多分、まあ、99% か 100% かぐらい、本当に 9% かとか言ってなんかおかしいけど、うん、本当に負けた思い出がないので、まあ、準決勝まで行けばちょっと安心かなっていう風に、それぐらいの行ってみてなんかね、準決勝相性いいんですよ、準決勝って名前がつくと。これがでも決勝も準つきちゃったら心の中で。ただね、やっぱり準決勝とか、まあその下のやつとかでもやっぱり2位から5位以内ぐらいで勝ち上がるんですよ、私。だから最後の1枠が厳しいタイプだ。そう、最後の1枠がダメなタイプなんで、ね、ちょっとそこが不安要素。すごい、私の感覚はね、ちょっと似てる、わかる、確かに、はい、いやでも、あゆしさん、はい、ここまでの場数の量で比べたら、もう周りの先輩に負けませんわ。いやいやいや、もうそんなことはなくて、うん、もう本当にそんなことはないです、はい。楽しみにしてますけどね、うん、はい、お願いします楽しみにしてください。楽しみに見守ります。決勝を私実況させていただくので、ぜひね。あ、そうなんですね、うん、残っていることを祈りながら、はい、よろしくお願いいたします。最後にファンの方に一言お願いします。はい、今回初めて企画させていただいたプリンセスリーグにね、初めて出させていただいて、ここまで勝ち上がることができたのはとても幸せなことだと思います。まだまだ戦いが続きますので、気持ちをね、上げて次はテンション上げて臨みたいと思いますので、はい、次テンションの上がったあゆうちを楽しみにしててください。応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、テンション上がったあゆうさん楽しみにしてます。そう、ちょっと今自分のハードルを上げちゃったんですけど、はい、上がってるから分かんないですけど、はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして今回の選手紹介、あゆうちよしえプロでした。みんな応援してね。バイバーイ。はーい。